か知ってるの？ローグに聞いた。くそ、あのバーバー。で、何？一体私に何の用があるわけ？ローグと揉めてるみたいだけど、それはどうでもいい。これは仕事の話よ。あっそ、でもあいにく今忙しくてね。失った商品と車を取り戻したいんでしょ？協力してあげる。ボニータ通りの操車場に来な。町の境界線のとこ。分かった。どちら様？クレアよ。ほら、アフターライフのバーテンダー。もしかして払い忘れでもあった？あなた最近店で評判なのよ。優秀だってね。それで一つ頼みたいことがあって。何？ストリートレースのドライバーが必要なの。私のガレージまで来てくれる？悪いけど遠慮しとく。そう、残念。もし気が変わったらバレー通りにある私のガレージに来てね。
めて。
からよろしく頼むぞ。俺は L キャプテン、お前は B だな。ええ、どうやら自己紹介は必要なさそうね。俺は仕事が早いのさ。飯を食いながら、ベッドで寝ながら、息をしながら仕事をする。覚えておきな。はいはい、キャプテン。ああ、それと話のついでだ。車やバイクが必要ならいつでも声をかけな。品揃えも価格もピカイチだぜ。アダムだよね。あんたが B？ 車は？ローグが互いに協力し合うべきだって。やっぱりね。まあいい、まずは知ってることを全部言いな。出なきゃババアのとこに帰るんだね。そうカッカしないでよ。あんたの指図は受けない。商品と車がどこにあるかは分かってる。でも一人で行っても無駄よ。取り返すどころかもっと大事なものを失うかも。だからまずは話をしましょう。話って何？カンタオの輸送便を襲撃する。あんたには協力してもらいたい。本気で言ってんの？もちろんよ。標的はジャクソン平原の上空を通過する。そこならチャンスがあるはずよ。あるわけないでしょ。乗ってる男とどうしても話がしたいの。バカげてる。見返りに車と商品の場所を教える。これは取引よ。どう？取引って？くそ！わかった、協力してもいい。でもそのためには私のソートンを取り戻さなきゃ。どこにあるの？重要なのは商品の方じゃないの？商品なんてどうでもいい。私が運び屋をやってるのはあの車があってこそ。他の車じゃせいぜいピザの配達くらいしかできない。車はロッキーリッジにある。場所は知ってるんでしょ？商品もそこよ。ナッシュのクソ野郎め、絶対に許さない。ナッシュってやつはあんたのダチ？裏切られたの？ダチなんかじゃない。パートナーの方が良かった？元パートナーだ。あのペテン師のラフェン野郎、私のトラックと商品を奪いやがって。ロッキーリッジで売りさばく気ね。思い通りにさせてたまるか。よし、ロッキーリッジに行きましょう。あ、待って、ちょっと考えさせて。くそ、やっぱ助けが必要になる。途中で少し寄り道するよ。寄り道ってどこへ？その前にナッシュと取引しないようクライアントに頼んでみる。ローグに黙ってことを進めるつもりか？度胸があんのかおつむが足りてねえのか、どっちかだな。ああ、坊主、ナッシュがロッキーリッジでブツを届けるらしいけど、あいつ私を裏切って勝手にやろうとしてるんだ。こっちで型をつけるからチャンスをちょうだい。頼むよ、長い付き合いなんだし。私が失敗したことなんて一度もないでしょ。約束する。 OK、 日没後ね。いや、取引は中止せずにすっぽかして、あとは私がやる。心配ないってもちろんだよ。ありがとう坊主、後悔はさせないから。よし、時間稼ぎはできた。
で、どこへ向かうの？アルデカルドスのキャンプ。クランの仲間に会いに行く。あまり嬉しくなさそうね。あんたには関係ない。頼りになる奴らがいるんだ。ローグからはクランの人たちと疎遠になってるって聞いたけど。何？ローグの言うことは何でも信じるわけ？違うの？しつこいよ、B。地雷を踏んだか。今でもクランは私の家族だ。複雑なのね。まあそういうこと。わかった、行きましょう。乗って。ほら、早く乗って。ほら、早く乗って。B、さっさと乗りなよ。車ね、広いし実用的。ちょっと黙っててくれない？随分なありさまね。そんなに悪くない。芳香剤もブースターシートもあるし。車の話じゃない。じゃあなんて言えばいいの？相棒にブツを盗まれたけどただじゃ済ませない？それともフィクサーのおかげで私はバカ丸出しだ？というかあんたはどうなの？なんで AV なんか追うわけ？乗ってるやつが持ってる情報が必要なの。そしてもう時間がない。あいつなんでナシのことを隠してたんだ？ローグのこと変に詮索しない方が身のためよ。なあ、もうイライラする。ローグなんかほっとけばいい。なんであの人をそんなに気にするの？雇い主だからよ。だからといってこき使われる理由にはならない。あんただってあいつに言われてきたくせに。でも文句を言ってるのはそっちだけよ。あんたはローグを知らない。ローグが私にナッシュを紹介したんだ。あいつがラフェンシブだってことも言わずにね。どうせ何も聞いてないんでしょ。ナッシュはラフェンなの？この辺りで一番でかいラフェンの一味、レイスとつるんでる。奴らの話は知ってるでしょ。追放されたノーマットの集まり。ほとんどがね。ノーマットは普通身内を追放したりしない。殺人鬼やレイプ魔じゃない限りね。徒党を組んで時にはギャングまで結成する。大抵の奴は令状が出てるお尋ね者だ。なるほど。あのババア、そんなクズを紹介しやがって。知らなかったのかも。笑わせないで。あの女ほどのフィクサーが知らないわけがないでしょ。今私たちが話してる内容だって聞いてるかもしれない。結局ナッシも私もローグの手のひらの上で踊らされてるだけだ。ローグはクソアマだよ。それだけは間違いない。すぐ着く。
仲間を拾ったらすぐロッキーリッジに向かうよ。なんだなんだ、どっかで見た顔がいるな。幽霊か。いや、幻覚でも見てんのか。うるさいよ。で、こちら様は。ベビーシッタビー、スコーピオンとミッチだ。昔からのダチ。よろしく。どうも。で、今さらこんなところに何の用だ。都会の暮らしじゃ物足りなくなったか。お前が戻ったと知ったら親父のやつきっとブチ切れるぜ。ちょっと立ち寄っただけ。ソウルに知らせるまでもない。手を貸してほしい。何だ、話が見えないぞ。パナマがラフェンの連中にしてやられた。復讐に協力してほしい。そんなひどい目に遭ったのか。あんたたちと会わざるを得ないくらいにね。お前のためなら何だってやってやりたい。だが今はダメだ。本当に手を貸してくれないわけ。まあなんだ、発電機のバッテリーがぶっ飛んじまって直すまでどこにも行くなと親父の命令だ。発電機？それが手を貸せない理由だっていうの？冗談でしょ。お願い、協力して。悪いな、ここにいないとみんなが困る。じゃあ私はどうなのよ。結局ソウルに言われたから来ないだけでしょ。私のことなんかどうでもいいってわけ。パナム、ソウルは関係ない。これはクランの話だ。分かってるだろ。いいか、俺たちはキャンプを離れられない。でもな、装備については何も言われてない。分かったよ。じゃああんたのライフルをもらう。置いてあった私の装備も。お安い御用だ。気をつけていけよ、パナム。ありがとう。装備をもらったらすぐに出てくから。二人でやるしかないね。分かってるよ。がっかりしてるの？まあ少しだけね。よう、パナム、しばらくいるのか。いや、すぐに出る。また今度ね。パナムか。ふん、そいつは新入りかい？ソウルには報告した？あんたには関係ないでしょ。ちょっと手伝って。B、 その箱を取って。中身は何？後でのお楽しみ。いいから持ってって。これで全部だ。出発しよう。ソウルと話はついたのか？戻ってくるんだな。後で寄ってきなよ。また今度にさせて、エリー。じゃあ行ってくる。はいはい、さっさと行けって。たまには連絡しろよ。こいつを頼んだぜ、ビー。トランクに入れて。
オーケー、じゃあ乗って。権力を持ってる人間が嫌いなのね。は？ローグにソウル、ソウルはあんたたちのリーダー？あいつらのだ。鉢合わせする前に出発したがってた。ソウルの方が私に会いたくないはずだよ。何があったの？私たちはソウルがアルデカルドスの再生を約束したからカリフォルニアに来たんだ。一からやり直すために。あんたも見たでしょ、結局得たのは数えるほどのテントと乾いた砂の山。とんだ約束の地だよ。私は変革を求めてた。でもソウルは何も変えようとしない臆病者だ。あいつがいる限りクランに未来はない。ミッチとスコーピオンはいいやつらね。最高のダチだよ。もし私があいつらの立場にいたら同じようにキャンプに残ってた。ソウルはさておき、クランが優先だからね。私はもう部外者だけど。あんたをまだ仲間の一人として扱って気にかけてた。ああ、そういうあんたは誰かいないの？残念ながらいない。そう、あの二人は元軍人？スコーピオンとミッチ？うん、元パンツァーボーイズ。前の戦争にも参加してた。ってことはあの巨大な輸送機を操縦してたの？スコーピオンがね。ミッチは警護担当。最高の戦闘用インプラントと最悪の悪夢を持ち帰ってきた。ロッキーリッチってどんなとこなの？周りに何もない過疎地で、かつていた住民もナイトシティに移るか、とにかく逃げ出したって聞いてるけど。なら付け足すことはほとんどない。本当は州をまたぐハイウェイが開通されるはずだったんだ。新しい住民が来ることを期待してね。もちろん実現しなかったけど。こういうゴーストタウンはいくつくらいあるの？アメリカ全土で数千だよ。こないだ I-85 線を走ってたんだけど、日が暮れて辺りが静かになってから車を止めるとさ、聞こえてくるんだ。何が？板で塞がれた窓を風が吹き抜ける音、丸まった枯れ草が乾いた砂地を転がる音。街はそうやって死ぬんだ。派手な音を立てることもなく、すすり泣きながら。よし、着いたよ。何をすればいい？ラフェンを迎え撃つ準備だ。時間がないから即興で工夫をしないと。まずは偵察をしよう。使えそうなものを探す。